はい、どうもこんにちは。今日はこんなアングルでっていうかね、さっきちょっとたまたま、あら、このアングルかっこいいと思って、このアングルでやってみようと思ったんですけどね、これもっと下へね、こう角度変えていくとヒゲ面が映っちゃうんで見たくないでしょね。今日はヒゲ面封印しますね。これアートですよね。まるでこのなんていうの、毛細血管、心臓かどっかの毛細血管みたいな、ね、これね、どんなデザイナーだってこんなデザインできないでしょ、これ。まあね、それで今日話すのは、2020年1月30日、これ何の日だか分かりますか？これね、マツダ100周年の日なんですよ。で、まあ、マツダに限らず、グローバルメーカーっていうのは100年とかね、100年以上の、歴史があるメーカーがぞろぞろ揃ってて、それでまあ新規参入を阻んできたっていうかね、新規参入が難しい業界だったわけです、自動車業界。例えば中国とか韓国とかでも割と比較的新しい企業とかあるかもしれないけど、例えば中国であればかなりの割合が日本とかヨーロッパからの、ヨーロッパ社の合弁企業になってて、要は共同で地元企業と共同で車を作ってるっていう感じなんですよ。だから純粋な何て言うんだろう、グローバル企業っていうか、純粋な自動車の大企業っていうのはなかなか出てこなかったのが実情です。っていうのはやっぱりね、自動車って作るのが難しいんでしょうね。まあまあ同じような車は作れば作れちゃう。例えばね、その自動車メーカーが何作ってるかって言ったら、自動車メーカーがタイヤ作ってるわけでもなし、ガラス作ってるわけでもなし、ブレーキだって ABS ユニットはどこかが作ってて、それでブレーキはブレーキメーカーが作ってて、まあそれで例えばトランスミッションだってね、ヨーロッパ車に日本製のトランスミッションが乗ってるとか、あとね、BMW の大事なヘッドの部品に日本のメーカーの部品が使われてるとか、まあ結局なんていうのかな、自動車メーカーっつっても車を作ってるっつっても、部品を組み合わせてあれかな、組み立ててる組み立てメーカーって、割合が大きくなっちゃってますよね。例えばオートマチックトランスミッションについては自社で内製っていうのかな、内製してるとこは少ないです。ちなみにマツダはトランスミッション、オートマチックトランスミッションも自社内製、マニュアルトランスミッションも自社内製なんですよ。やっぱその辺こだわりですよね。フィーリングとかなんかに、マニュアルの場合はそういうのをこだわるのもあるでしょうし、オートマチックトランスミッションだったらやっぱね、トランスミッションは燃費の一つの要なんですよ。パワートレインの重要な、なんていうんだな、まあとにかくエンジンと一緒に開発したかったんでしょうね、共同開発じゃなくてあ、ごめんなさい。で、まあ今のところマツダはかなり内製率が、そのトランスミッションについては、今度 FR 化したらさすがに難しくなってくるかもしれないですけど、今のところトランスミッションの内製率は非常に高いと。まあそういうわけは、そう何を言おうとしてたかっていうと、例えば韓国のメーカーなんていうのはかなり組み立て比率が高くなっちゃってるんじゃないかなと思うんですよね。で、
安い賃金で物を組み立てると、それで利益は何て言うの、資本を握られてる海外投資家に持ってかれてしまうと、そういう構造になってるんじゃないかな。でやっぱりね、日本強いとこ弱いとこありますけどね、その中でマツダなんていうのは、まあ技術で世界の最先端走ってますよね。トヨタ自動車のエンジンでさえマツダのちょっと前のエンジンにそっくりになっちゃってるっていう、今そういう現状で、まあトヨタはトヨタでしかできないすごいことやってますけどね、まあ、プリウスにしてもそうだし FCV にしてもそうだし、トヨタにしかできないことやってます。もう例えばプリウスの特許なんていうのは、主要特許は切れちゃってるんですけど、それでも他のメーカーは真似できないんですよ。多分他のメーカーが真似して作っても利益が出ないんですよね、おそらく。トヨタ自動車だからあれが利益が出ると多分そう思うんですけど、まあとにかくすごい強いメーカーだけが生き残って、でその中でマツダもフォード傘下からね放出されて、それはたまたま放出されちゃったんだけど、まあ今は単独経営で、トヨタとの関係も対等な関係、株の持ち合いっていう、それも大した比率じゃないですけど、大した持ち合いじゃないですけど、対等な関係を持って、100年目を迎えると。まあそれでね、それでまあ、それでさっきも言ったようにこういうふうに100年も歴史があるメーカーだけが、トップを走ってて、なかなか新規参入のグローバルメーカーは難しいっていうのは、エンジンを作るのが難しかったわけですけど、そこへまあ電動化っていうことでいろんなメーカーが割と参入可能になったと。まあ、補助金なんかも出るしね、アメリカで言えば ZEV 規制っていうのかな、それで排出権取引とか、まあ、とにかくお金が入るんですよ、電気自動車専業メーカーには。でそういう仕組みもあって、でもそれでもやっぱね車自体作るのが難しいと思います。っていうのは何年か前かな、日産とかスバルの完成検査の不正っていうのが発覚したんですけど、やっぱねあれでね、完成検査員っていうのがいいんですけど、それはまあ国家資格じゃなくて、メーカーが勝手にこの人検査員だよって届け出るだけで完成検査員になるんですけど、その数が日産とかスバルとかすごい少なかったみたいで、例えばマツダと比べるとね。それでその完成検査員っていうのは、十分な知識と経験を積んだ人が完成検査員になれると。それで社内で研修みたいな制度もあったりとか、それで、まあ、メーカーがこの人いいですよって言えばすぐにも完成検査員になるんですよ、届け出だけで済むんで。ただそれがね、スバルなんか未だに増やせないで、なかなか増やすのに苦労してるみたい。それが、ね、それまあ1年2年経ってもなかなか増やせないでいるっていうのに、ところが例えばテスラモーターズとかああいうとこって急に何万台も車生産するようになってきて、知識とか経験とか豊富な完成検査員自体急に作れって言ったってそりゃ無理ですよね。まあこの人でいいよって言っちゃえばそれで、もうメーカーが認めちゃえばそれで、その人はまあ海外の場合その制度は違うかもしれないけど、まあ完成検査になれるわけですけど、その完成検査の意味をなさないだろうなと思います。それでまあ実際品質のばらつきとか中には危ないような車も生産されてると。で多分この状況はまだまだ何年も続くでしょうね。生産増やし続けてますから、工場を次々建てて、で、
何十年歴史があるメーカー、100年以上歴史があるメーカーでさえ、その一度減ってしまった完成検査員を増やすのだけでも困難なのが、その急にね出てきたメーカーがそれを増やせるかって、それは難しい、難しいっていうか物理的に無理でしょうってことですよ。でもね、それでも要はそこで厳しく、世間が厳しくしたら、なんつうんだろうな、新しい新興メーカーっていうのは育たないんで、多分世間が育ててる、まあ投資家とかも育ててる部分はあると思うんですけど、なんとかそうやってると思うんですよね。でもまあそれにしてもちょっと、テスラモーターだったらイーロン・マスクの発言とか、あの車の作りとかね、ちょっと安全性の問題とか、ちょっと真面目にやれよってね、ちょっとふざけんなよっていう感じが私はしちゃうんですけど、まあ、そういうわけで、日本のメーカーね、マツダが、2020年1月30日に、100周年を迎えるという話でした。はい、どうもありがとうございました。